コーチャスト、僕監督と申します。ウイニングレブン2019マイクラブ実況プレイ始めていきたいと思います。はい、今回ですけれどもね、なんとセカンドスカットを組んでみました。調子的にはこんな感じなんですけれどもね、メインで使わない選手を主に入れてますが、この辺ですね、ムバッペ、一応ね途中交代させるという、決まりをつけて、ですね、あとはここの辺ですね、モラタも一応ねメインの方で使ってます。あとはここですね、エルシャラビーもメインの方で使っておりますが、みんなね、この2人はスパサブなんで後半からほとんど出場する形になるかなと思います。でマッペも前半のみの出場で、このエルシャラビーとね交代しようかなと、はい、いうことで、ロサーノ左デッキがちょっと厳しいですね。右、右に使える選手がいないから、ポジショントレーナーぐらいいっとくか。 OK、ちょっとね、エルシャーラビのね適性を右の、ミッドフィルターできるようにしたいと思います。エルシャーラビはどこやったかな、サイドハーフやったっけ、ちょっとわからんな。センターではないはずや、ウィングやったっけ、どっちか忘れたな。でもこっちじゃないと。じゃあウィングですね、やっぱり左のウィングだと思います。左のウィングいねえや、イルヴィン・ロサーノ、はい。じゃあ、これにポジション取るな。一発でついたらいいんですけどね。2個しかありませんので。行きましょう。うわー、そこはいらん。しゃあないです。もう全部使い切るしかないです。これ使うかったらどうしよう、マジで。うわー、試合の方行きたいと思います。はい。それではね、対戦相手の方決まりましたんで、やっていきたいと思います。まずは相手の方のレートから見ていきましょう。レートの805の方ですね。勝率が 44.5%。うちのチームを見ていきたいと思います。現在、レート800が陥落しております。レート781。勝率が 46.7% ということでね。勝率的には同じぐらいなんですけれども、レートで結構20ぐらい負けているということで。はい。やっぱりメインに比べて、ちょっとね、調子の、悪さがね目立ちますね。悪くはないけど普通さ、はい。どうしようかな、マップやっぱり相変わらず調子いいんで、とりあえずねコンセプトアレンジでロサーノフル出場か。モラタは絶対これね後半から出すとして、ヒエリーどうしようかな。教授ね、こっちのスカットやと教授ちょっとね心置きなく使えるんでね。あとはどうしようか、ヒリン使いたいかな。どうだろう、チアゴシューバーよりも、でも破格に違うからね、強さ5違うとだいぶ違う気がしますよね。こうしよっか。でロサーノというよりはパイエの方がいい気がしますね。こうしよっか。 OK、 でコンセプトアレンジでパイエに、カウンターターゲットつけましょう。最後まで使うというね。おっと、でこっちは誰について、グリーズマンか。グリーズマンとどっちがいいんやろな。これひょっとしてマラドーナで最後まで出れへんかったりする。スタミナ75、これ絶対なくなるわスタミナ。ということでこっちか、違う、逆やった。これをこっちにつけようか。 OK、 これできます。はい、それでは、ね、試合の方やっていきましょう。ボッカンとゲームチャンネル VS パリ・サンジェルマン、舞台はプルディック・パーク。さあ、いきます。今日初めて、ね、セカンドスカッドでいきますけれどもね。さあ、ミリクとかどうなんかな。メインの方では、ね、ちょっとミリクちょっと使いにくいかなという感じしたんですけど、さあヘンダーソンからパイへ、取られている。しかしミリク頑張った。うわどんな飛んで大丈夫か。いや、サラーが来た。この試合イカれるチェコ人を取るパベルメドベドに注目ですね。味方同士で交錯してくれた。いや、なんやそれ、なんだって。ちょっと待って、おいおムバッペにはムバッペで対抗みたいなところあるからな。 OK、 大丈夫、やばいなこれ。いや待って、おいやーまずいな。いやー、もう一回、いやかなりやばいですね。マッペと位置変えるか。ミルクのこの位置に使うとちょっとしっかり、ダメだ。うわー、マジか。 OK、 待って、マッペ出た。あっかん、全然攻められへん。
やっぱりなんかメッシモネヘンで厳しいな。どういったプランで対処すればいいんでしょうか。そうですね、その場合は自分のゾーンを意識してプレスに行く守り方が有効になりますね。さあパイエン、いやちょっとこれやっぱり失敗かもしれない。しかしディフェンスの、あまずいな。オッケー間に合った。全然攻めの形にならないんですけど、いつもいる選手たちが全くいないからな。それちょっと大きいな。OK、こう守備をねまずしっかりして、守備を頑張って耐え忍んでチャンスをねチャンスが来たら、うわーダメだ。教授頑張ってくださいね今日はね。本当よいしょ、おーダメ。あーおいナイスマルキーニョス。いやしかもね、いつも使ってるマルキーニョスじゃないマルキーニョスなんですよね。これ FP マルキーニョスには違いないんですけど、実はマルキーニョス、FP2 つ持ってるんです。でちょっとねパターンの違うやつで、えおいごめん、おー危ね、うわいけるかパイエ、よっしゃほらナイス、よっしゃパイエパイエパイエ、ほらナイス先生こんなわけのわからない先生したの。よしカウンターって強いんやね、うん、よっしゃ行こう。そうですね、しっかりゴール前に持ち込んでからのシュート、よっしゃ、なんたってレジェンドやからな、レジェンドマラドーナ様だぞ。いけるかなっとら見たかこんなチーム、こんなチームって言い方がおかしいけど、ちょっとやばいかなって最初思いましたけどね。まあいつもとね違う、ちょっと新鮮な感じでいいですね。セカンドでも全然 LT いっぱい混ざってるし、いやもうその前のパスが良かったですよね。 OK 相手のディフェンダーは翻弄されてましたからね。最高、一回ちょっと経由させよう。あミスった、まだどうですよね、ちょっと経由させようかと思ったんだけど、教授教授いつも通り前からガツガツいくディフェンス、それはダメだと教えたのに。OK グリーズマン、するかグリーズマン、おうわ取られたレジェンド様だからな、審判の位置も自由自在。前半28分、はいはい、さあなんだってグリーズマン、うん、無理か。さあそこは別にね焦って前から、ね、あの取りに行かなくてもいいです。頑張りましょう。ムバッペが受ける、取れない、ムバッペとムバッペやから、サイドのスペースへ、おーごめんミスった、いいですね、うわーおーやばい大丈夫か、よしよしよし、久しぶりにでも教授使えるっていうのはそれはやっぱ嬉しいですね。最近ほんまにね、左サイドバックの人員が揃ってきて、教授がちょっと追いやられ始めてたから、これはこれちょうどよかったのかもしれないですね。マラドーナに渡る、はい、スーパスを出す、さあムバッペ、ムバッペからグリーズマン、さあどこに出してくる、さあミリクルどうする、さあどうする、うわ取れない、よしよし、しかしコーナーをもぎ取るというね、これはいい。さあマラドーナじゃなくここはパイーンに流して、よし、さあこれミリクがおるからな、これ何や、来たぞ、これ当たんねんな、あ当たれ、教授うわ欲しい、いい、マジでちょっと電話や、よしよしいいぞ、電話電話うっさいな、オッケー、サイドのスペースを使います、電話鳴ってるし、ちょっと待って、おい止めた、ちょっと伸びてしまいました、よしさあ行こう、うわ何これずーっとってこんなキックやったんや、最悪、低弾道がいいな、やっぱりキーパーは、うわ普通に取られ危な、マラドーナから OK、ボール入りましたよ、さあいいボールですね、いけるか、ミルクミルク、おお入った、よし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 、ありがたいぞこれは、さあこれ
3点リードやばいな。しかもレード800だ相手。こんなことあんねんな。普通にメインより強いんじゃないかと。結構ね、あ、危ねえ。オフサイド？何これ？あれ何やろ？ファール？オフサイド？ファールか、ファールっぽいな。いや、うっせやん、これ近いな。ネドベドのキック、危ない！いやー！キーパー一本も動けない。キーパーすべきやったか。ちょっとね、コース切るべきやったな。はい、ということで前半終了、まあ、1点返されて、ね、3対1なんですけれども、まあ、このままね頑張って試合を終わらせにいきたいと思います。それでは後半いきましょう。はい、それでは後半戦やっていきたいと思います。さあ普通に強いなこのスタート。実はなサイドを縦に走らせます。ちょっと待て、さあジェズ、よいしょ、これを、おい。さあ相手もね結構焦る時間帯になって、時間帯はまあそう焦らんけど、結構いい感じでね今のところいけてるんで。あ、マッペ変えなあかんねん。あかん、ファンダイク強い。さあ巨獣どうします。そっちか、おいしょ、 OK。 さあどうだ、グリーズマン来たぞこれ。うん、待て、うわミルク、あかん、ちょっとそれはそれはちょっと待て、おいしょー、強襲、ナイス、来たグリズム、ああそこまでいかない、うわいい感じやな。いやちょっと選手帰るわ、いい加減ね、ちょっと奪って変えとかんとメインの方に迷惑かかるからね。おら惜しい、惜しくはないか。すごい打たんとこやけど、まあまあこのスカッドは積極性が売りということで、どうしようかな、モラタ使うか、メリットそろそろ変えます。で、あ、そうそう、ここが一番大事な、ムバッペ変えなあかんねん。エルシャラビ使うか、シャラビな、左に使われへんねん、これ、OK。さあ、これ、まあね、スパサーコー後半からね、積極的に投入できるという点では、素晴らしいよね。モラタキック !OK! 結構ね、後ろからガッツリ行かれたけど。よし。3点のリード。ダメ押しゴールになるのか。よいしょ。さあ、そっち見てくださいね。巨獣、巨獣。メッシですよ、メッシ。メッシ、メッシ。おお、うまい、うまい。おい、あ、待って待って。ああ、うまい。ちょっと。OK。いや、怖っ。さあこれ結構グリーズマンいいぞ実は。あ、実はちょっとグリーズマン使うの初めてやしな、初めてって一回使ったんかな、なんか使った気もするけど。あ、やばいやばいやばい、ジェンス、あー危ない、ちょっと危ない、やめてやめて。いやー、やや強引な感じにも見えますけどね。さあもうここもねヘディングほぼ勝てるからな、もらったやし、おっしゃー、ダソン。さあちょっとレジェンドに合わせたかったけど、オッケー、おい大丈夫、結構マラドーナとパイエって合うな、なんかわからんけど適当なこと言ったな。よっしゃ、取ったぜ、いやー潰された、スペース出ましたね、うわ取れへん、うおお危ない危ない、ジェズこいつ結構いいな、ここは間合いを取る、教授が動きません、カーソル変わらないんですけど、ちょっと待て、なんだこれ、うわい、よしハラミ、よし行こう、エンダーソンからマラドーナ、おいおいおい、ちょっと乱暴者、両チームボールが落ち着かない、さあグリズマが呼んでいる、うわ回転して、おお、ちょっと、やっぱね、このペナルティーゲームはね、もう戦争だからな。よし。よっしゃ、危ない。取った。最高。マラドーナ、エルシャラウィ、マラドーナ、グリズマン、グリズマン、グリズマン、エルシャラウィ、うわぁ、いかついな、これ。怒ってんだ、相手は、ほんま。
いやー、やってしまいましたね。残ってますね、これなんか感じ。PK を得ました。さあ、これはきっちり決めましょう。マラドーナでね。いやでもね、ここ相手にとっては辛い状況ですよ。よし、ダメ押しです。こんな点差だったら正直結構楽ですね。あとは76分、非常に落ち着いていました。意外とやっぱりメッシとかね、そういう系がいないとグリーズマン使いやすいなっていう印象が今奪いました。このゲームの主導権を完全に抑えています。はいはいはい、しっかりね、しっかり止める。さあ、左へ預けて。やばいやばい、ね、よいしょ。ずっとええやん。でもね、低弾道持ってないのはちょっとずっとっていつ手に入れたんだから、そもそも。さあ、カウンターを仕掛けます。どうだったこれ、かけるか。それない、取れる。よっしゃ。さあ、どうだ。うい。さあ、パイエ。よし、結構怒ってるからな、相手。来るかもしれない、最後に。どうする。おい、ダメだ。クリバリの足がなかった。取れる。よっしゃ、教授、教授、メッシに自由にやらせてどうするんですか。あいつだけは止めなきゃいけませんよ。オッケー、行こう。ルシャラム。スパサブの力にしたら、あ、呼んでるわ。呼んでる。うわ、全然。うわ。まあ、いったな。86分。まあ、ちょうど、もうね、いい感じの時間帯になってるんでね。オッケー、バラン。中を回す。右の教授。あ、誰だ。あ、そう、マルキーニョスか。オッケー。ゴール前、ちょっと混戦状態でしたからね。もう大丈夫？いけるぞ。よっしゃ。パスを出す。裏へ抜けた。いける。グリズマン、グリズマン、ナイス。あれいけ。やめとこ。もう下手に相手をね、ちょっと煽るのやめとけ。これね、煽るような行為だ。はい。ということでね、6対1。これセカンドスタッド。やばいな。強いな。メインよりいいかもしれない。北澤さん、試合を振り返ってメインなんかね、セルティックとしては強い選手入れすぎて、交代枠がね、使い切れないんですよね。まあ、メッシ、まあ、ロナウドの頃はロナウドもおったし、なんか帰れないんですよね、メッシもロナウドも。帰るとあいつら怒るし。本日の試合解説途中交代、北澤剛さんをお招きしてお送りいたしました。途中交代させられたらね、あいつら怒りますから、ね、ありがとうございました。ありがとうございました。交代拒否とかもね、元祖はメッシとかやったりするから、まあ、元祖ではないけど。はい、ということでレート変動までいきましょう。これでちょっと800にだいぶ近づいたんじゃん。チーム力もそんなに高くないと思うね、これ。はい、そうですね、8しか上がらなかったということで、まあ、なかなかね、いい感じでセカンドスクワット指導したんじゃないかなと思います。はい、ということで今日はこの辺で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。